宮下音です。それではこの NV200 をオフィスカーへ改造していきます。じゃあまずは一番最初に荷室の内装を剥がしていきます。あとそこにあるリアシートも外してしまいます。まあ使う工具はいろいろあるんですが、普段よく使うやつをこうやって持ち運びできるようにまとめてます。これとあとはこの内装剥がしリムーバーですね。もう過去に何十本と買ってるんですが、 FRP 製品を型から剥がすときに使ってるのでボロボロなので新しいのを買いました。この椅子は一人じゃ運び出せないですね。もう一人手助けが必要です。はい、これで後部座席が外れたのでカーペットが剥がせます。いや汚いっすね。これ元の所有者の方が木材関係の方だったんですかね。木の切りくずがいっぱい周りにあります。あとちょっと予想外だったんですが、メルシートが貼ってありますね。これはちょっと想定外でしたね。まあ精神防音のために、貼り付けてあるんですけれども、ちょっとこれは邪魔なんですよね。かといって取るのもめんどくさいので、まあこのまま行っちゃいますけれども、このくぼみのところに根太を敷きたいんですね。こいつがあると高さが微妙に変わってしまうんですよね。おのおの調整してやるしかないですかね。ちょっと考えます。とりあえず掃除をします。ちょっと方針を変更します。このメルシートがあるおかげで、正確な高さが出せないんですね。なのでもう直接合板をこの上に置きます。ちょっと今切れ端を置いてみたんですが、カタカタすることもなくしっかり安定してくれるので、この上にもう根太を張らずに合板を直接置いてしまうと思います。ただまあちょっとした保険の感じで、ここのメルシートが貼られていない部分に1本値段を通そうと思います。はい、じゃあ値段を作っていきます。はい、この両面テープで真ん中に1本根太を通しました。まあそこそこ強力についてると思います。はい、やっぱりですね、この左右にも根太が欲しいのでメルシートを剥がすことにしました。ここですね、ここが真ん中で、ここにも左右にも欲しいので
この辺りのメルシートを剥がしていきます。はい、やっぱりですね、このメルシートとこちらの鉄板の高さの違いがあるので、そこの部分にはこれを貼ります。レジェトレックスですね、よくデッドニングとかで使う精神剤になりますね。ちょっと今回アマゾンでこのサイズのものが80枚入ったものを購入しています。これを今から、段差になりそうなところに貼り付けていきます。はい、レジェトレックスを貼り付けました。まあ、80枚もあるんでね、潤沢に使わせてもらいました。このような感じですね。あと椅子がついていたりした穴は、ネジ穴はすべてこのレジェトレックスで塞いでいます。もう、例えばここなんてすぐ下は地面が見えるんですよね。なので、これで全部塞いでおきました。あとローラーで圧着もしてあります。はい、じゃあ、もともとついていたカーペットを型にしてプラダンに写し取っていきます。ちょっと大変でした。この狭いガレージの中に、コンパネ3枚分、サブロックのコンパネを3枚敷くためにスペースを作るのが大変でした。じゃあ今から、型取りをしていきます。はい、じゃあこれをカットしていきます。はい、切り出しができました。これとりあえず大きめに切ってるんで、車に合わせて微調整します。はい、プラダンでの原車による微調整が完了したので、今度は合板に型を写し取っていきます。はい、こんな感じですかね。今度はこれを切り出していきます。はい、じゃあ切り出していきます。ちょっと刃を変えます。直線用ですね。はい、こんな感じで全部カットしていきます。はい、床ができました。プラダンで型を取って、この合板に写し取って、細部を調整して床板が完成です。で、今これは4ミリの合板を使っています。普通は皆さんクッションフロアを使うと思うんですが、私の場合はキャスターのついた椅子を使いたいので、この上に床材をさらに貼ります。床材がだいたい12ミリの厚みがあるので、こちらの床材は4ミリの薄いものを採用しています。今ここに入っている線は根太が入っているところを示しています。後でホーススレッドを打ち込むときに場所が分かるようにしています。